マカジカです。とりあえずさばきます。食べたものが出てます。と子供持ってますんで、これは後で醤油漬けにします。使うのは肝臓、肝です。それと胃袋、こちらアラは味噌汁や鍋に使います。トモエに使うのはエラ、胃袋、ハラミ、肝、肝臓です。まず一度茹でます。
っち行ってくれ、あっち行ってくれ、頼む、あっち行ってくれ、あっち行きな、あっち行け、あっち行け、一度茹でます。胃袋、エラ、ハラミ、完全に火を通します。カジカは虫が多いんでカジカのエラはちょっと面倒ですが美味しいです。昔味噌汁を作ってエラが入ってなくて怒られたことがあります。アニサキスが出てきました。肝臓はさっと表面を湯がくだけでいいです。火が通ったら一度洗います。こんな感じです。エラはここに石みたく硬いもんがついてますので、これを外してやります。このエラの部分だけ取ります。火が完全に通ってないと剥がれませんので、エラは最後まで取っときます。あとネギを刻んでます。ネギとエラを一緒に置いときます。あとは食べやすいように刻みます。
肝臓はすり鉢があればすり鉢ですってやった方がいいです。フライパンにサラダ油、カジカの肝、味噌、砂糖、みりん、で、よく炒めます。で、火が通ったら先ほど刻んだ具材、少し水分を飛ばします。で、最後にネギとエラ、で、混ざったら完成です。